閑山寺町にあるこちらの建物ですが、裏山の土砂崩れにより全体的に大きく傾いています。今にも崩れそうで、なんとかバランスを保っている状態です。大雨の影響による土砂崩れで建物が全壊し、営業ができなくなったのはフライドポテト店。強い雨が降り続いた2日午後6時過ぎ、友人から建物が傾いていると連絡を受け、店に向かうと土砂によって無残な姿になっていたといいます。2018年からこの場所で店舗として営業を始め、県内外の観光客にも人気の店だったそうです。再建になるんですけども、建物の再建だけじゃなくてですね、この裏山の造成という形のものも多分着手しないと建物の再建にまで至らないので、なるべく早く解体の方から進めていきまして、まずは、ね、この片付けをしてからという形で、現状復旧いつからという形はまだ立っていない状況です。すでに友人らの間で再建に向けた支援の動きも始まっています。励ましの言葉とか声援をいっぱいいただいているので、本当に再建させたいなというところと、多分同じような形にはならないかもしれないんですけど、もう本当にこの震災後、一つの足がかりとして大きくなっていけるような、そういった形を取っていきたいなとは思っています。建物の壁を突き破って木が厨房の中に押し寄せています。壁側にあったガスコンロは押し倒されています。浜名湖の湖畔にあるうなぎ料理店も大きな被害を受けていました。2日の午後6時半ごろ、厨房で洗い物をしているときに裏山が崩れてきたといいます。台風も来てたので、早めに店を閉めて片付けをしてたところ、もう後ろにちょっと本当にすごい音が来て、迫ってくる影が見えたので、もうすぐ逃げて危険を免れた感じです。従業員を含め怪我人はいなかったものの、うなぎを焼くための厨房に土砂が流れ込み、創業当時から66年間継ぎ足して使っていた秘伝のうなぎのタレが入った壺も見つかっていないといいます。一昨日から始まった復旧作業も順調には進んでいないようで、土が思いのほか多くて重くて乾かないんでドロドロなんですよね。なのですから、すくいにくいみたいです。やっぱり店の被害を聞いたお客さんからの励ましの電話も多く届いているといいます。もうびっくりしたよって言って何件もお電話頂戴して、もう一日も早い復興を、願ってますとか、もう何かやれることがあれば手伝うねっていう声がすごい多いです、復旧作業は進めているものの、店の再開のめどは立っていないといいます。早くて秋冬なのかなとは思いますね。ゴールデンウィークがすごい忙しかったので、お盆もたくさんのお客様が見込めただけに、ちょっと夏が潰れてしまうのは非常に痛手ですね。